何にもしたくないの？研究は？もう誰も私の論文なんて読んでくれないわ。どうしたの？被害者意識なんて東子さんらしくないよ。私らしい？私って何？東子さんは東子さんだよ。私は切り離されたの。もう社会とつながってないのよ。そんなことないよ。私は東子さんとつながっている。私は社会とつながっている。だから東子さんもつながっているのよ。私はおかしいんでしょ？あなたと話してる時と普段の生活が別なのよ。レインの基準で私の生活を見ると矛盾が生じるの。基準？価値観？あなたの価値観はこの世界を否定してしまうわ。そんなことはないよ。だって私はこの世界とつながっているんだもの。私には耐えられない。今この瞬間もとどめておけないのよ。それだけじゃないの。明日の記憶が、未来の記憶が混在してるの。これは不安から来る妄想なの？経験してはいけないことを経験してるの？それは東子さんじゃない？私なのよ。私だから。東子さんは東子さんの思った通りにすればいいのに。その瞬間瞬間が矛盾していて、自我の単一性が保持できない。その瞬間だけの判断が東子さんだよ。あとは、あとはただのデータ。Thank you.
今2年後の日付になっているの。始まったの。これからずーっと一緒だね。これからずっと一緒だよ。誰かさん